ザフラー宮殿は、スペインのアンダルシア州コルドバ県コルドバの西北7キロの丘に位置する中世イスラーム建築の宮殿跡。ザフラーとは、アラビア語で、花を意味する。イベリア半島のムスリム政権であるアトウマイア朝の時代に建設された。アミールからカリフとなったアブドアラフマーン3世が、首都コルドバの利休都市として、張飛の名を冠して建設したとされる。 シエラでコルドバの花嫁の山の中原に位置し、南方にグアダルキビール川と平原を望む。アブド・アラフマーン3世が、カリフ宣言をした後の936年に着工した。工事には、毎日1万人の妊婦、ラバ1000頭、ラクダ400頭を刺激しても足りず、民間からラバ1000頭を借りたという。造営が進んだところで、 アブド・アラフマーン3世はアルカサルから移り、市民の移住も奨励された。建設は、息子のハカム2世に引き継がれ、合計35年をかけて完成したが、ウマイヤ朝の内紛によって、ヒシャーム2世の時代に破壊された。ウマイヤ朝の滅亡後、12世紀に、地理学者のイドリースイーが訪れた際は、少数の住人がいたという。長らく廃墟となっていたが、 1910年に発掘が始まり、解明が進んだ。その規模から、ベルサイユ宮殿と比べられることもある。最上層には、カリフの宮殿や、宮廷人の住居、中層には、庭園、下層には、大モスクと、一般市民の住宅地があったとされる。宮殿は、東西1500メートル、南北700メートルの広さを持ち、正門にはドームをいただく。 円柱回廊があり、超飛ザフラーを模したとも言われる、女人像が置かれていた。鉄や青銅を張った扉は1500枚以上、大理石の円柱は4000本以上に達した。カリフの越見の間は、金屋、銀の瓦、大理石板の床、アラバスターの壁、造毛と黒炭のアーチで作られ、広間の中心には水銀をた,たえた水盤があり、 来訪者を楽しませるのに使われた。宮殿にはコンスタンティノープルから運んだ噴水板が二つ設置され、一つは金の白鳥と人物像を持つ青銅製、もう一つは12頭の金の動物像を持ち島目のうに彫刻がされていた。庭園には動物園があり、礼拝堂の中庭にはワインのように赤い大理石が使われた。高額で知られる。 ハカム2世の知性には40万巻とも言われる量の書物が運び込まれた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。